異様なそばでしょ。でもそば、うどんより最近そば派です、うん、前はうどんだったんですけど、なんかそばの方が美味しいって最近思って。冷や麦が好きなんて。冷や麦、何ですか冷や麦。そうめんみたいだけど、そうめんよりちょっと太いぐらい。そうめん大好きです。夏めっちゃ食べます。冷や麦しか食べない。食べてみます。おすすめ。いただきます。いただきます。今が一番幸せ。本当ですか。うん、食べてる間マジで幸せ。あ、そういう、うん、あ、準備でしょ。なんか年とかじゃなくてですか。うん、やばい、私わさび食べれないですよ。食べれるかな。いっちゃおう。あ、それはどっち。なんか鼻で呼吸するといいらしいよ。花粉症なんて無理です。やば、やっぱ私無理だこれ。いけるって思ったんですけど。はい。ご飯もよろしくお願いします。もっと風が強くなっちゃってるんですけど、風に負けないように頑張ります。前半は結構風でパターやられちゃったんで、後半はパターちゃんと入るように頑張って、まあ、悪くても2オーバーぐらいで回れればいいなと思ってます。頑張りましょう。頑張りましょう。ご飯もお願いします。お願いします。一人でラウンドしてるときに何を考えるか、何を考えているか、独り言をしながらラウンドしていきたいと思います。では、はい、独り言。今はとりあえず後半一ホール目パー取れて安心してます。気を抜かずに
頑張ろうと思います。狙いはでも今フェード打つ練習してるんで、もともとドローだったんですけど、今月ぐらいからフェードのやってるんで、左目狙っていきたいなと思います。左目からフェードかかってほしいです。でもフォローだから飛ばしたいですね。23点ぐらいです。でもダメですね。次狙えないとこに置きます。ナイス。やばい。これも行き過ぎですよね。あそこからの見本見せて。いやでも風めっちゃこっちですだよね。それでフェードとか思ってるからね。それはね、散っちゃうんだよ。悲しいですね。でも次グリーンのとこだ。グリーン右なんで多分狙えないですね。とりあえず次いい感じに打てるとこに行きたいな。一人ごとになんなかった。喋っちゃうんだけど横にいると打てるとこがいいです。木の根元とかは絶対嫌だ。そうだよね。絶対嫌だ。ここは絶対右打っちゃダメでした。今思います。ここまで来たら結構厳しくないですか。厳しい。いやここ来る人いたら絶対右打たない方がいいですよ。アドバイス。とりあえずどこにあるかわかんないんで、いっぱい持ってきます。とりあえずフェアウェイに出します。この間から出します。5番やね。でも次もまた木がひねばんなりそうな感じがする。ボールわかんないけど私のところやばい。あれか、木の真後ろ。あれは難しそう。そんな行くと思わなかった。103、100ぐらい。フェードの練習してるときにこのシチュエーション嫌ですよね。なんか絶対フェードを打っちゃいけない。残りは92ヤードのフォロー。悩む。距離的には52度なんですけど、ピッチング理想は右から吹く書きたいんですけど、あとピッチングです。ピッチングでこれ狙います。上手くないですか。でこれも95点ぐらいです。完璧。ダメでしたね、やっぱり刻みが。いいところに打てました。だけどちょっと下りだから、あと注意してくらいです。
風吹くとちょっと怖いですよ。怖い。